今回紹介するのは、みんなが欲しかった、簿記の教科書、日照3級、商業簿記第9版という本です。なぜどうしてを解消できるわかりやすい説明。教室講座のわかりやすさと書籍の簡潔さの 両方の強みを取り入れた構成で母規独学者の素朴な疑問にしっかり答えます。母規に関する独特な用語についても豊富な図解と丁寧な説明付きなのできっと理解が深められるはずです。3級試験対策にはよし。このテキストで母規3級講座を受けてました。母規は全く未知の世界で。 っつきやすさでは二重丸な作りわかりやすい図解とゆとりのある作りで見るだけで嫌になるということは少ないと思いますただ講師の方が何度も言っていましたがきちんと簿記の仕組みを知ろうとするには不足する部分が多いようです3級検定試験に合格することに特化する分には役割を果たせる内容でしたイラストや書き方等、 小綺麗な構成です。が内容がわかりやすいかというとそういうわけではなく良くも悪くも教科書の範疇を抜けていません要は退屈練習問題がちょくちょくありページのどこを見ればいいのか関連が書いてあるのは親切。ネット問題については大問2が難しくちょっと本書では対応しきれないと感じましたやはり練習問題で スポーツのように問題を解く作業が必須だと思います。自分はネット試験で1回目落ちました。ちゃんとした計算機。自分は普段は関数電卓ですが持ち込めないので100均で買った。そして黒一色のボールペンで多色を使えないながらも問題紙ではなく白紙にきれいな字で書く練習は必須ですね。以上。興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。